こんにちは。最近は健康志向の高まりで、ジムに通っている人も増えているようです。ジムはいろいろありますが、ライザップグループが運営するフィットネスジムとして、ライザップとチョコザップがあります。本日は、フィットネスジムのライザップとチョコザップの違いと、私の感想をお伝えします。ライザップとチョコザップはどちらも、 ライズアップグループが運営するヒットネースジムですが以下のような違いがありますサービス内容ライザップマンツーマンのパーソナルトレーニング食事指導カウンセリングなどが含まれる個別指導プランチョコザップマシンジムスタジオプログラムホットヨガゴルフカラオケ漫画などさまざまなサービスが利用可能スタッフによる個別指導はオプション利用料金ライザップ 入会金5万5千円税込み。コース料金32万7千8百円税込み。ベーシックプランの場合。チョコザップ。月額3278円税込み。利用時間。ライザップ。営業時間内で予約。チョコザップ。24時間365日利用可能。目的。ライザップ。短期間で確実に結果を出したい人。個別指導を受けながら、 ダイエットや筋力アップを目指したい人。チョコザップ。運動習慣をつけたい人。様々な運動を楽しみたい人。時間や場所にとらわれず気軽に運動したい人。店舗数。ライザップ。全国にあるが少ない。チョコザップ。全国にあり数が多い。いかがでしたでしょうかフィットネスジムのライザップとチョコザップの違いですが、簡単に言えばライザップは 本格的なフィットネスジムで、チョコザップは楽しみながら気軽に運動できるフィットネスジムという感じでしょうか。コスパは圧倒的にチョコザップの方が良いでしょうね。ただ、結果を確実に出そうとするなら、ライザップの方が勝っていると思います。もし、ライザップとチョコザップのどちらかに通いたいなら、自分がどちらに向いているかを十分に検討してから決めるといいでしょう。今回の動画はこれで終わりです。 ご視聴ありがとうございました。